昔ライブドアという数千人が働く上場企業を経営しておりましたが、そういうことをまたやらないのかっていうふうによく周りの人から言われるんですけど、いやもうそういう会社の時代じゃないよと。働き方も生き方も全く違うものになるから、わざわざそのこの時代に向いてないものを新たに、いや、 やり方は分かってるんで多分やれると思うんですけど、作る社会的意味はないというふうに考えてまして、そうじゃない生き方を模索するような組織を今作ろうとしてますシェアリングエコノミー、スマホ、ブロードバンド、インターネットが当たり前になった社会で、人間はどういうふうにして生きていけばいいのか。サラリーマンの方々定年すると、例えばもう子供も成人して家を出て奥さんと二人きりになって、でも奥さんは会社以外でコミュニティを作ってるんで、お父さん会社っていうコミュニティなくなっちゃって、何もやることがなくて、奥さんにこう絡むんですけどうざいと言われて、行き場をなくしてやることなくて友達もあんまりいなくてボケてみたいな、老化が進むみたいなことが、往々にして起こっていると思うんですけど、これがですね、定年後ではなく今すぐ起こると、今現役バリバリで働いている人が突然クビになるというのが数年以内に来ると思ってます。少なくとも10年以内には来ると思ってます僕は。で、何のタイミングで来るのかわからないんですけど、 ある日突然来ると思います。iPhone も僕一番最初に iPhone GSM、アメリカでとかでしか使えない、日本で使えないやつも買って、見た瞬間に、あ、これはこうなるな、スマートフォンが社会を変えるな、みんな持つようになるなと思ったけど、やっぱ持つまでに3、4年かかりましたね。皆さんが普通にスマホが生活の中に根付くまで3、4年かかって、さらにそれを普通に使うようになるまでさらに3、4年かかって、いろんなものが飾った iPhone というのはヒット商品になったわけですけど、あの一発だけで、あの一撃だけで社会は激変しましたというようなことが多分働き方にも起こってくるだろうなと思っています。トヨタが、終身雇用を維持できないみたいな、トヨタの会長か社長かな、お話しした、もうトヨタ終身雇用どころじゃねえだろうと。例えばトヨタを例に出して考えると、終身雇用なんかもちろん維持できねえし、それ以前に社員多分10分の1とかにリストラしないと生きていけないんじゃないのみたいな感じですね。なぜなら自動運転でカーシェアリング、そして EV ですよね。この3つがトヨタはその大きな波を越えていかなきゃいけないんだけど、僕はおそらく越えられないんじゃないかなと。なぜなら、EV の時代って何が一番大きなファクターかっていうと、めちゃくちゃ部品点数が少なくなるんですよね EV って。極論するとバッテリーとインホイールモーターっていう、ホイールの中にモーターが入ってるやつがあるんですけど、インホイールモーター4本買ってバッテリーつないで、ちっちゃな、本当スマートフォンサイズのコンピューターつなげば、EV ってできちゃうんですよ。それでそしたらこれはパーソナルコンピューターが出てきた時と同じようなことになるわけですよね。の会社が世界を寡占して、たわけじゃないですか。で、パーソナルコンピューターのメーカーっていうのは、薄利多売のグローバル化企業か、本当にブティック的なちっちゃな、メーカーか、最初はちっちゃなメーカーバーって出てくるんですけど、淘汰されて規模の経済になって、今やなんか HP とか出るとか、もうなんかレノボとか、なんかそんな感じになっちゃってるじゃないですか。それと同じようなことが起こると、スマートフォンも似たような世界になってきてますよね。ソニーはスマートフォンから撤退するんじゃないかと、規模的にもう世界でやっていけないぐらいのちっちゃな規模なんで、それこそファーウェイとか、アップルとかそういったところがしのぎを削る中で、なかなかソニーもやっていけなくなりつつあると、そのようなことが EV でも起こると。で、キーデバイスはやっぱり世界で数社が加勢をすると、インホイールモーターだったりとか、バッテリーというのは数社がおそらく加勢すると。
意外と EV って今現状リチウムイオン電池を使ってるんで、リチウムイオン電池ってものすごくエネルギー密度が高いんで危ないんですよ。 EV というのはバッテリーマネジメントシステムが非常に大事で、テスラが一番力を入れてるそこなんですよね。あのパナソニックと合弁で作ってる工場ありますけど、あそこってもうすごいウォールがあって、あのテスラ社とパナソニック社 の工場の仕切りはもうバチッってなってて、テスラそのバッテリーマネジメントシステム その情報は全くパナソニック側に漏れないんだ。だからパナソニックはどっちかって電池を作ってるだけなんですよね。まあそのとにかくバッテリーマネジメントシステムが非常にキーのデバイスになります。でこれもだからテスラ含めて数社が多分加勢をするだろうな、中国のメーカーとかが加勢するようになるだろうなと。でそれを組み立てて出すと。で、あともう一つ、自動運転になると、車の台数が少なくて済みます。この日本において、稼働している車全体の 10% 未満です。あのつまり今動いている車っていうのは 10% 未満なんですね。原理的に言うと10分の1でいいわけですね、車の台数で。しかも所有する必要ないですよ、自動運転ですから。その辺走ってる車をアプリで止めればいいわけで、そしたら自動的にあの目的地まで送ってってくれるわけですから。車の今の自動車の部品点数ってめちゃくちゃ多いわけですよ。であとガソリンエンジンとコア技術があるわけですよね、各社。これがなかなか、一から開発するの大変なんで、これロケットとかと一緒で燃焼実験みたいにやらなきゃいけないんで、コンピューターシミュレーションだけで作れないですよね。だけどモーターってコンピューターシミュレーション通りに動くんで、あの電磁力学なんで、あの燃焼あの流体力学とは違って、流体力学って CD 値とかっていう係数みたいなのをかけたりするんですけど、これ全部実験でその係数見つけてるんですよ。あの CD 値って空気抵抗のあの係数なんですけど、その CD 値とかっていうのを全部実験で見つけなきゃいけない。大変なんですよ。時間もかかるし、ノウハウの蓄積も必要なんで、そこは自動車メーカーの競争の源だったんですけど、それが全く意味をなさなくなると。ガソリンエンジン自体はすごい部品点数ですからね。で、さらにそこにギアボックスがついて、ドライブシャフトがついて、ディファレンシャルがついて、みたいな感じになってるわけです。それ全部いらなくなりますからね。そうすると、部品メーカーもバタバタ潰れていくだろうし、まあ、必要なくなりますからね。もう本当ネジ1本から作ってる会社がサプライチェーンになっていて、このサプライチェーンをマネジメントするのも、一つのアドバンテージというか、その競争力の源だったんですけど、そんなサプライチェーンマネジメントも必要なくなってしまうということで、そこにしかも大量の社員が勤務してるわけですよ。例えば僕が今 EV のベンチャー作ったら、社員5人とか10人とか全員研究者みたいな、それでファブレスのメーカーを作ると思うんですけど、そんなところに勝てるわけだ。その時代にあの勝つのはパーソナルモビリティだと思っていて、あのパーソナルモビリティって例えば車椅子と、セグウェイの中間のなんかかっこいいやつみたいな、僕の中のイメージはそんな感じで、まだ決定打は出てないんですけど、そのパーソナルモビリティって PDA と似てるじゃないですか、パーソナルデジタルアシスタント。まあそういうやつが iPhone でいきなりスマートフォンになったわけじゃないですか。そういうのが多分パーソナルモビリティでも同じようなことが起きます。それはだから僕個人が所有すると思うんですよね。カスタマイズしたいじゃないですか。例えば椅子を自分のこう体に合わせてカスタマイズするとか、デザインをカスタマイズするとかっていうのは、おそらくスマートフォンと同じようにやると思うんですよ。スマートフォンってシェアしないじゃないですか。スマートフォンそのものはシェアしないじゃないですか。それと同じで、僕はそのパーソナルモビリティは多分シェアしないと思うんで、そこはまあアップル的なでっかい会社が出てくる可能性がすごくある分野だろうなと思ってます。つまりトヨタはパソコンの時代の IBM のような道を歩まざるを得ない。だからおそらく Uber とかあのようなサービスを展開したりとか、あるいは物流業者向けの何かをやったりとかするしかないと思うんですけど、いずれにせよ今の人員のまあ 7,8 割は必要なくなります。大量の数万人単位でトヨタ社員が路頭に迷うわけですね。でこの路頭に迷った人たちが何をやればいいのかっていうところが、多分これからのその生き方とか働き方を考える上で非常に大事なことになってきます。
つまり暇になります。やることありません。今までだってそんなことを想像して生きてこなかったから、何やればいいのかわからないってなると思います。そういった人たちがそうならないようにするために何をやればいいのかってことを考えなければいけない。